法いるとかいらないとか重要とか重要じゃない、ジャッジしなきゃいけないっていう時点でだいぶ難しいスポーツなんですよ。あなたのそのプレーは効果的かどうか子供たちに忘れさせちゃいけないのは、判断しないといけない状況をたくさん作ってあげるしかないんで、サッカーの定義ってところになるんですけど、当たり前だけど相手同じ空間内にいるから邪魔してくるんですよ。でこっちも相手の邪魔しなきゃいけない、または相手のその邪魔をかいくぐらなきゃいけない、常に状況を変化しちゃうわけですよ。それはボールへのプレッシャーのかかり具合とか味方のサポートの距離とかいろんなことが複合的にあって、その判断が正しかったとしても判断下すのが遅いと間違いになるんですよね。そのタイミングよくできるか、その質がいいかって両方問われて目まぐるしく状況が変わっている。サッカーの非常に難しい、例えば、まあ、極端に言います。野球で、じゃあ自分がバッターです。少なくとも野球のボールは自分の方に来るんですよ。必ず。結果、打てるか打てないか判断とか技量あるけど、このボールが来ませんってことはない。投げてきませんってことはないから、判断はそこに集中できる。けど、サッカーの場合って、ボールも見なきゃいけない。味方も見なきゃいけない。相手も見なきゃいけない。しかも自分以外に21人いるんです。情報量として把握しなきゃいけないものがいっぱいあるし、しかもそれに優劣もあったりしますね。この情報いるとかいらないとか重要とか重要じゃないっていうことも手段を卓一しつつ、はいあなたどうするんですかっていうことをジャッジしなきゃいけないっていう時点でだいぶ難しいスポーツなんですよ、そもそも。だからちっちゃい頃はまず技術からやりましょうってなっちゃうんじゃなくて、ちっちゃい頃から判断できるようにしてあげればいい。じゃあ低学年でまだまだボール足にちゃんとついてません、ボール扱いままなりません、だから顔が下がっちゃいます、促し方法としてはまず相手見ようか、ボール産んじゃなくて相手見ようかっていう風にアプローチしてあげるんだったら、もしかしたら鬼ごっことかでもいいかもしれないですよ。だって鬼ごっこで鬼を見ないってありえないじゃないですか。っていうのと同じなんですよ。サッカーでボールがあるからボールに釣られちゃうけど、でも相手見なきゃいけないから、じゃあ相手見るためのなんか練習っていうのを考えてあげてもいいし、自分で判断を下す、コーチからこれやれじゃなくて、この状況自分はこれをやろうと思いました、それが仮にうまくいかなくてもいいからやってあげるってなった時に、やっぱり一番やりやすいのは2対1なんですよ。攻撃側が2人で守備が1人で、この選手は自分のところに取りに来るのかあんまり来ないのかによってパスするのかドリブルするのか判断しましょうね。繰り返しやって、例えばパスがずれたとかドリブル大きくなっちゃったとかあったとしても、判断間違ってなかったとか、相手来たと思ったから出したとか、来なかったからちょっと仕掛けましたっていうところからある意味スタートしてあげて、何回やっても間違いなくなったらと。で、やったら人数増やしていくっていうのをやらないといけないのに、幼稚園生とか小学校低学年、サッカーは8人制です。だから8対8やりましょう。もうパニックですよ。だから人数減らしてあげて、判断をたくさんやる、人数少ないってやると、これは結局4ゴールゲームで3対3とか4対4で人数減らした状態の中で、何やったら効果的なのか繰り返し判断する練習をしてあげた方がいい。その訓練してなくて、はい8人制でプレイしましょう、はい判断早くしてください、いやできないですってなるから、人数を絞ってあげるところがだんだん増やしていって、2対1だともうラインは1個しかない、この1人を通過すればいいっていうだけから、サッカーは最終的に3本とか4本ラインがあるから、それが攻略できる、より遠くが見えるようにってなっていけばいいと思いますし、具体的にやっていけばいいことを判断としてってなりますけど、だんだんそれが年齢上がっていってってなると、何を狙っていたのかちゃんと見てあげた、結局サッカーってゴールルートを攻撃側は作ります、守備側はそれを遮断しようとします、繰り返しやってるから、自分の判断がゴールへつながったのか、ゴールにつながるようなプレーだったんですか、ゴールが前に進むようなプレーだったんですか、判断の良し悪しのが攻撃、守備に関して言うと相手の前進しようっていうのを止める行為ができましたか、まあ、それは究極ボールを奪うっていうところなんですけど、そもそもそれをやらせないようにできたか、守備の判断、アクションの判断として、あなたのそのプレーは効果的かどうか、それが基準になると思うんですよ。子供たちに忘れさせちゃいけないのは、ボールを持つ、またはボールを持つと攻撃になりそうな時は、自分のプレーによって点が入りそうになったのか、得点につながるようなプレーだったか、守備に関しては相手の得点を阻止するプレーだったんですかっていう出発点から、その状況ってさて何した方がいいんだろうね。そこはずれちゃいけなくて。僕これやりたいからやります。基本的にはあんまり、僕はいいプレーだと。でもちろんそれが許される選手もいます。でもその選手もそれやるのはゴールを決めるためなんですよ、ね、その派手なプレーを見せるためじゃない。もちろんそういう風に派手なプレーを見せる選手もいるけど、世界中に何人いるんですか、サッカー選手11人の中に何人必要ですか。別にそういうことを否定してるわけじゃなくて、効果的な判断かどうかそういう風に見てほしいし、それがよくわかんないってなったら、僕はやっぱりビデオとか使って自分のプレーを検証するべきだと思います。判断のため必要なのってどれだけ有益な情報をキャッチできてるか、
どれだけの選択肢をそもそももう持ってたのか、選択肢1個しかないっていう中でこれを選ぶっていうのと、4つも5つもあって、これどれ消されたとしてもこっちにするけどっていうのが選べるので、全然変わってくるわけですね。だから自分はこうやりたいって思っていたとしてもできなくなる可能性があります、相手が邪魔してくるから。だからその時にオプションを持ってるか、やろうと決めてて、いやこれ出したら取られるなと思った時にやめれる、変えられる、他に持ってるからですね。状況を見る、把握するってところで、味方がどこに行って、例えば相手が行ってどういうプレーの可能性あるんだろう、もう瞬時に計算できてて、または感覚的にそれが分かってて、じゃあこうしようっていうのは、こっちの情報がめっちゃ大事です。これ全然なくて判断ってなると、そもそもその判断自体が正しいか正しくないかって分からないってなっちゃう。でそれがもっと言うと、事前の情報っていうのは相手の癖とかも、この選手はすぐボール取りに行く、この選手あんま食いついてこないによって変わるから、それって何度も対戦したことがないと分かんない情報でもあったりするし、初めましての相手だったらその情報をどんだけ早くキャッチするか、レベルが上がれば上がるほど全部を見なきゃいけないじゃなくて、ここら辺を見ときさえすれば自分が判断するのに楽になるぞ、だんだん分かりだすから、キョロ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 しなくなると思うんですよね。逆に感覚的に絞れてる、この辺を見ればいい、この相手のこういう癖だけを見とけばあとは大丈夫、判断もっと早くなるし、全体的なことで言うと、これ結局ゲームモデルとかが必要になってくるんですけど、11人またはチーム8人がこういう風にプレーするのが俺ららしいよね、ちゃんと頭の中でイメージがみんなが共有されていれば、わざわざ確認しなくていいですね。あの選手っているんだっけじゃなくて、もういるはずだでこうだろうっていうことがみんなの頭の中がつながっていくと、その結果判断が早くなる。きちんと練習の中で共有されていれば判断スピードが上がるんです。一人一人の判断スピードは当然それで上げていくっていうのはさっきまでの話ですけど、でもその前に言うと、チームとしてこうやってプレーするよね、把握できている方がチーム全体の判断スピードが上がるんで、いちいち確認しなくてもよくなるっていう風に、実はやるためにゲームモデルが必要だったり、そのために僕ら練習してるんです。まあ、個人として判断スピードを上げるとか判断スピードを上げるっていうのはもちろんそれも必要だけど、そもそもチームとしてみんなが同じ絵が描けてるんですか、実際は大事です。